モンマス急走甲巡洋艦はイギリス海軍の巡洋艦。1903年1904年に十0隻が巡航したドレーク急走甲巡洋艦の縮小型。艦隊は小型化されたものの速力はドレーク級と同等である。原則に 15.2cm 炭素砲1門を装備 15.2cm 連装砲塔を艦隊の全部と後部に装備した。 連装砲塔の電動装置の信頼性が低く、走行圧も最大1 0 2ト、mm、ルと厚くなかったために評価は高くなかった。環境構造の簡略化は本級においてさらに進化され、戦闘艦としての性格が色濃くなったクラスである。戦隊は朝鮮主郎型である。艦首から新設計の1901年型マークパチ1 5 2トル砲。 英国総工巡洋艦として、初めて連装砲塔に収めた、これを一機司令塔を組み込んだ、相田環境に組み込まれた、探訪省。その背後に、これまた初の三本煙突と水雲の間は、関西艇スペースとなり、水雲基部に設置された、ジブクレーンにより、乾板から会場に関西艇を下ろす。完備乾板から短脚式の水雲を組み込んだ、後部環境から一段下がって、 後部連装手法塔を後ろ向きに一気配置した。なお、本級には、スタンウォークは設置されていない。モンマス級の手法手法等は、副砲と同様に、1901年型マークパチ 15.2cm 砲、である。これを連装砲等形式に収めた。砲等動力は、英国巡洋艦では珍しく連動方式を採用したが、重量課題になった上に旋回。 不要角動作が遅くなり、完全な失敗策に終わった。上下に積み重ねられた複法。複方として速射砲化した、1901年型、マークパチ 15.2cm 法を採用した。搭載方式は、複砲の上下段配置を8カ所から4カ所に止め、船体中央部の原門から、単装砲画で1機型原動機の、計10機とした。 問数は全球の16問から10問に減少したが、連想手法等の同項計法と合わせれば、型原子項問数は9問になるために、問題視されなかった。その他に、耐水雷低用に、18864.7cm 砲を、単装砲がで3門、45cm、水中魚雷発射管2機を装備したのは全球と同じである。 船体は全球の全長162.61メートルに対して141.27メートルと短くなったがむしろ全全球のクレッシー急走高巡洋艦と全長が似通った。本球はボイラー方式は実験的に3種類用意された。マンマス、エセックス、ベイドフォード、ケント、カンバーランド、ドニゴール、ランカスターは ベルビール式石炭戦勝水管艦,艦31機で、ベリック、サフォークはニクローズ式水管艦,艦31機、コーンウォールはバブコックス水管艦,艦31機である。これは1902年に海軍機関調査委員会が提出したレポートによるもので、要約するとベルビール艦のトラブル発生、使用後の消耗の激しさについてが上記の理由であった。これは 当時の英国の機関会員が不慣れで、自分の能力の低さを機械のせいにして押し付けていることが原因であった。単に高圧水管管の取り扱い不慣れによるものが、大で、彼らの後輩がベルビール管の扱いに慣れていくと、蒸気の不具合は減少の傾向に向かい、良好な性能が発揮された。隣国フランス生まれのボイラーが、自国製品を差し置いて、 大型軍艦に次々と採用されたのを心よく思わない人間が各部署におり委員会のレポートに信憑性を与えてしまい、これが機関搭載への低迷性を招いてしまったのである。この不安定さは後続グループのデボンシャー級、デューク・オブ・エジンバラ級、ウォーリア級、マイノーター級にまで及んだ。タワゼン級と同じく直立四機等三段膨張式レシプロ機関二機。 2。軸の組み合わせで2万2000馬力を発生し、速力23ノットを達成した馬力が低くなったのに全球に比べて速力が変わらないのは船体も一緒に小型化されたためである。本級は減速、防御を全球の 152mm から 102mm に抑え、各部の装甲を抑えて軽量化に努めた。そのために本級の評価を低める一因となった。 ありがとうございます。